この部屋見覚えがあるような気がする。君が悪いな。ここだけは開けてはいけない気がする。君が悪いな。どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ。私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、バッテリーも切れてるから使えないな。天神小学校校長、柳堀高峰に寵愛されていた、その息子、義和。校内では教師として教鞭を振るい、生来、快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から、少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は、精神の子供帰り、とでも言おうか。亡き母親から幼少の頃にもらった小さな文化人形を常に持ち歩くようになり、授業中に突然号泣を始め、講義を投げ出すような気候もしばしば。事件の起こる数ヶ月前にはすでに相手からの言葉を理解することはできても、自ら言葉を発し意思を伝えることは困難な状態になっていたようだ。児童4名連続誘拐殺害犯、柳堀義和の口から、誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られることはついになかった。私は犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童、篠崎幸子さん当時7歳のその後を追ってみた。新聞を賑わせた犯人逮捕時の写真では、赤いワンピースの印象的だったこの女児は、現場で同い年の子供たちが次々と惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者だ。心の闇を掘り起こすようで酷であろうとは承知していたが、真実を追うためだ。計算すればすでに成人して10年以上も経っているはずだ。現在犯行時のリアルな証言を聞き出せると踏んだのだ。篠崎、お前、本当は強かったんだな。怖がりじゃねえよ。怖かったわよ。今も
もうわけわかんないもの。そうか。でもなんか今の幽霊消えたし、成仏成功っぽくね。大丈夫か。まあとりあえず拭けよ、涙と鼻水。ふん、お前、俺の制服で。そういうの言わないでって言ったでしょ。ガキかよお前。ああ、痛え。ったく、やべえな。いつもはこんなことするやつじゃないのに、篠崎。